七福神巡り、上野あかり。今年の冬休みに七福神巡りをしました。恵比寿店、大黒店、毘沙門店、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋という七人の神様を七福神と言います。その神様たちを祀る寺院を歩きながら回ることを七福神巡りと言って、特にお正月は一年の健康や幸運を祈りに行く人たちが多いのです。ではここで七人の神様を紹介しましょう。まずは恵比寿店。鯛と釣り竿を持っているのが特徴。漁業の神様、商売繁盛の神様として有名。次は大黒天。大きな袋を背負い、手には打ち出の小槌を持っています。主に農業の神様で、五穀豊穣の御利益があるとのこと。次に毘沙門天。甲冑を身につけた武人の姿をしていて、財宝を守ると言われています。勝負ごとの神様として知られています。それから弁財天。七福神唯一の女性の神様。琵琶という楽器を手に持ち、芸術や知恵または財運の神様として有名。次は福禄寿。長い頭と白い顎ひげが特徴。長寿と幸福を授けると言われる神様。寿老人。福禄寿と似ていて、福徳や長寿の神様。不老長寿の印である桃を持っていたり、鹿を従えていることも。最後に布袋。ニコニコした顔に大きなお腹が特徴の布袋。持っている袋には宝物がたくさん入っていると言われ、開運や子宝の神様。この七福神巡りのコースは全国各地にあります。1時間で巡る簡単なコースから3時間ほどかかるコースまで様々です。皆さんがお正月を日本で迎えるときにはぜひチャレンジしてみてください。きっと楽しいですよ。